旦那が私の親族を嫌いしています。理由は特にないらしいですが、それが続いていくと私も旦那と旦那の親族に優しくな,なれなくなってしまっています。旦那にはお互いの親族のことは悪く言ってはいけないんだよと言っています。が、態度に出ており、うちの親族も呆れています。対処法はありますか 理由がないのに嫌いっていうのをまずどうにかしない人ですよね。理由があったら対処できるんですけど、理由がなくて嫌いって理由があるはずですけどね。もし何かしらの理由があって嫌いになってるんだと思いますけど、そのいがみ合ってるのを隠しながら親戚付き合いをするよりも、僕は本当に心からこの 家族になりましたね。信用できる相手になりましたね。っていうことがないんであれば、無理して会う必要はないかなと思います。僕は幸い、僕の奥さん、かなちゃんのお父さん、お母さん、僕も大好きですし、えー、かなのおじいちゃんも大好きですし、で、家族でね、コロナ前まではあの集まって、僕の娘の誕生日とかやってたんで、 今なかなか集まりづらくなってますけど、僕は親戚の集まりを大好きです。僕の奥さんも僕の親戚をすごく大切にしてくれるんで。だからといって、会わない人、まあ、親戚もさ、いろいろいるわけですから、人間が集まれば、いい人もいれば、悪い人もいて、何かしらの理由で、 旦那さんはお父さんお母さんのことをこう会いたくないと思ってるんだったら無理に会わせる必要もないかなと思います。いや、あんたが大切にしたいんだったら私も大切にしないよっていうこのロジックはちょっと僕はわかんなくて旦那さんのこうお父さんお母さんが自分と付き合ってても気持ちがよく付き合える人だ大切にしたい人だと思えばあの僕はお付き合いするべきかなと思います。自分の 旦那さんが私の両親に優しくないから私もあなたの両親に優しくしないっていう理論は目には目を歯には歯をはこのケースにおいてはやらない方がいいかなと思いますね。旦那さんのお父さんお母さんを大切にしている姿を見て何か変わってくれればベストですしそれでも変わらない何かがあるんだったらそれは旦那さんのことをまずリスペクトできて尊重できるんであればそこは旦那さんの理由がね何かあるんでしょうから。 尊重してあげてほしいなと思います。